僕は所詮他人だけど、二人の未来にちょっと責任があるんだと思う。決していない。ああ、そっか、教材を言うけど、使ってって、教材使わない、使わないで、何もないじゃん、授業でやるから。長野県東御市のスキー場で無人のスノーモービルが転倒し、スキー客2人が怪我をした事故で、警察は今朝から現場検証をして事故の原因を調べています。事故があったのは東御市の